投手、そして今日4打点で大活躍、佐藤選手です。これたくさんのお客様が入ってもらってすごく素晴らしい景色です。ありがとうございます。どうか一打同点という雰囲気を守ってどんな思いでもございました。男は黙って投げた。チームいい感じで来てたんで、エースが勝ちを取ってくれて、あらかじめ準備をしたら絶対受け取ると思います。皆さんの絆は非常に強いということがあります。ですからパットとして打たれて追いつかれたその悔しさというものをどう胸に秘めてマウンドに向かったんでしょうか。Mira, este, y si ha dicho que mi trabajo, pues yo lo estoy bien. Va a ser un tiempo por ahí, pero bueno, va a ser parte del juego y tengo la oportunidad y bueno, lo ayudé y le di la oportunidad al equipo de ganar una nueva carrera. そうですね、まずは石坂で本当に素晴らしいピッチングをしてくれたので、こういうズボンピッチングとかして、みんなでやってみてください。クリオ投手はいかがですか、その中野さん、非常にピンチの場面でマウンドに向かいました、その辺りはどう助けていこうと思ったんでしょうか。いや本当にもう毎試合毎試合、チーム一丸となって、リリーフ陣一丸となって、その試合のところを監視していくっていうので、リリーフで勝っていくというのが。Sí, un buen picheo, estaba buscando un picheo que pudiera hacer un buen contacto y pues salió un ron. Me siento bien emocionado y contento por eso.しっかりと自分が強い打球を出るボールを狙っていたので、それがうまくいって、本当に良かったです。そのセリアンドレガンのバックマンが出るかというのが出ています。高さは最高の到達点が44メートルまで上がりました。この高さというのは、横浜スタジアムの公式データにある照明塔の高さ 43.2 メートルを上回る。まさかそんなに高いと思わなかったですけども、そういう打球が来てすごく嬉しいですね。そしてこの7試合でこれで今日の4打点に加えて13打点ものすごくいいペースです。そして先ほどの打球の争いのコートに立つという状況になっています。その中で今の本気の言うのは何でしょう。concentrarme un poco más en el juego y tratar de hacer el mejor trabajo que puedo. Estoy preparando mucho y para terminar fuerte esta temporada y poder ayudar al equipo a entrar a los juegos. 先生、しっかりと準備をして、飛んでいることを、そして、より集中して、打席に入ることが非常に良かったと思います。今日が DeNA さん、100試合目、52勝に到達、そして首位ジャイアンツの 1.2 ゲーム差。同じように集中して、チーム一丸となって、サタデーしたいと思いますので、サタデーしてしまうという気持ちで。
ると思うので、本当にファンの皆さんの応援がこれからの力になってます。明日以降もよろしくお願いします。いつもね、たくさんのお客様がスタジアムに来てくださって本当にありがとうございます。皆さんのために必ずチャンピオントロフィーを準備よろしいですか、スパート氏。いきます。皆さんも一緒にお願いします。Go! Yo!